お茶の水女子大学は、東京都文京区大塚二丁目一番一号に、本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された、大学の略称はお茶大、お茶女。同学は1875年に開校した管理の東京女子師範学校が起源である。1885年に東京師範学校の女子部となり合併されたが、 1890年に分離し女子高等市範学校となる。1908年、奈良女子高等市範学校の設置に伴い、東京女子高等市範学校と改称する。第二次世界大戦後の1949年、国立学校設置法により、新生大学、お茶の水女子大学となり、国立の女子大学として現在に至る。当初は東京市販学校ともに、 お茶の水にあった。1923年に発生した関東大震災で校舎を消失したことや、東京女子高等市販学校の敷地の一部を曲がりしていた東京高等市会学校が建物の拡張の必要に迫られたことなどから、東京市販学校とともに現在の大塚の地に移転した。大塚の地にあるので、公明を 大塚女子大学にしようとする話も持ち上がったが、塚の字は墓を意味するので縁起が悪いという反対があり、学校発祥の地であるお茶の水を名乗ることとなる。学校発祥の地の最寄り駅はお茶の水の表記だが、大学の最初の音、中ののはひらがな表記である。現在は、明ヶ谷駅、五国寺駅近く、正門は、 ちょうど日本図書センターの向かいにある。国立の女子大学はお茶の水女子大学と奈良女子大学の2校のみであり、女子大の総癖として長年にわたり多数の人材を輩出してきた。一般社団法人応援会はお茶の水女子大学卒業生の同窓会である。トランスジェンダーの学生を2020年度より受け入れる予定である。 2004年の国立大学の法人化に伴い、次の標語を掲げ、この下に大学検証を定めている、交渉お茶の花のデザインである。なお、付属中学、高校の交渉は、女高し時代の交渉を受け継いだ、ラン、キク、キのデザインである。また、ラン組、キク組、ウメ組というクラス名や、中学生のセーラー服につけるベルトなどに、 女講師付属からの伝統を残している。高華高華磨かずば、は、日本初の高華である。お茶の水女子大学の前身である、東京女子市販学校開校の際、1875年12月に、明治天皇の皇后から歌詞された、女性歌。当時の宮内省が学科二刀霊人だった、陶器末広によって、画学調の曲が作られた。その後1896年に、 西洋風の旋律に編曲されたとされる。効果は宝石も鏡も研磨しないと光り輝くことはない。学問もこのようなものですということを歌っている。学長、室伏君子複数プログラム選択理習制度分、教育学部芸術、表現行動学科と生活科学部食物栄養学科以外の学部生は第一のプログラムとして所属する学科の解説する。 出プログラムが必修となる。次に第2のプログラムを選択。専門領域に深く特化するなら、強化プログラム、複数の専門領域を横断的に学ぶなら、副プログラム、領域融合型、学際型を目指すなら、学際プログラムを履修する。さらに希望者は第3のプログラムとして、副プログラム、または学際プログラムを選択できる。 第三のプログラムは、多学科、多学部の提供するプログラムからも選択できるが、学際プログラムについては、理系学科提供のプログラムを、文系学科所属の学生は履修できない。なお、文教育学部芸術、表現行動学科の学生は、舞踊教育学専修プログラム、または、音楽表現専修プログラム、生活科学部食物栄養学科の学生は、 食物栄養学専修プログラムという4年1巻の専修プログラムに従って学習することになるがニーズに応じて第3のプログラムとして副プログラムまたは学際プログラムを選択できる21世紀 COE プログラム以下の2件が文部科学省の21世紀 COE プログラムに採択された学際生命科学東京コンソーシアム2010年 東京医科歯科大学とともに、学際生命科学東京コンソーシアムを設立した。学部学生交流協定に基づく、単位互換制度東京大学、一橋大学、東京工業大学、東京芸術大学、東京外国語大学、東京海洋大学、協立女子大学生活科学部との間に、学部間単位互換制度がある。 付属図書館相互利用協定やと、見学園女子大学図書館、日本女子大学図書館。交流協定校伝統的に教職に強いと言われているが、実際の就職先は IT 業界から金融、メーカー、公務員と多岐にわたっている。また、学部全体で大学院への進学率が30%を超えている。関連校として、応院中学、高校がある。 大院中学校、高等学校は、お茶の水女子大学の同窓会である、応院会によって設立された、私立学校であり、校長、理事は、応院会の中から選出されている。今も教職員には、お茶の水女子大の卒業生が多く、女子高等師範学校以来のお茶の水女子大学の、校風は、同校の心情である、礼と学びの心に受け継がれている。ありがとうございます。